皆さんこんばんは。460フォトラボラトリー所長の志郎です。今回の動画は週刊カメラニュースとなります。今回も気になった新製品情報やトピックスについて好き勝手に喋っていきます。それでは新製品情報から喋っていきましょう。キヤノンが Vlog 関連の新製品の発表を予告するテザーサイトを開設し、テザー画像を公開しています。こちらの方なんですけどね、突如発表がありましたね。5月11日に発表ということなんですが、このシルエットを見るとね、縦型のコンデジっぽいですよね。そしてネットの某掲示板の方では、新しい Vlog カメラというのが新型のコンパクトカメラで、名称の方はパワーショット V10 という名称のようです。この V っていうのは Vlog の V なんでしょうね。カラーの方はブラックとシルバーで、海外での価格が$429ということなので、日本国内だと5万円台ぐらいになるんじゃないかなと思ってます。結構ね、手軽な価格といえば手軽な価格なんですが、スペックの方はね、全くね、分かんないんですよね。5月の11日に発表ということなので、今週中にはね、リーク情報が出てくると思うんですが、今のところはまだ出てきてないです。個人的な予想で言うと、イメージセンサーの方は 2.3 型で、レンズの方はね、明るい単焦点になると思います。あとモニターの方もね、価格を考えるとバリアングルとかチルトとかはないかもしれませんね。そう考えると、動画版チェキみたいなね、ああいう手軽な Vlog 機として発表するのかもしれません。個人的にはね、だったらそんなんだったらもうスマホでいいんじゃねえかなって思うんですが、その辺をね、どう差別化するかっていうところが興味深いです。次の新製品情報もキヤノンです。キヤノンルマーズにキヤノンの超望遠レンズに関する噂が掲載されています。そのレンズっていうのは RF200-500mmF4L ISUSM1.4X になるそうです。以前紹介したサンニッパズームに続く超望遠ズームレンズとなります。キヤノンは RF レンズに関しては、サンニッパも54もズームレンズとして展開していくみたいですね。しかもね、こちらの方はテレコン内蔵ということなのですが、サイズや質量に関しては EF マウントの54とほぼ同じようなものになるそうです。価格に関しては一体いくらになるかわからないんですが、まあ最低でも100万以上はするでしょうし、まあおそらくは200万以上はするんじゃないかなと思ってます。まあそのぐらいのね、価格になっても仕方がないとは思うんですが、庶民にはね、気軽に手が出せるようなレンズではないですね。このレンズが出るということは、以前ね、特許申請のあった 150-600mm というのはね、もう出ないかもしれませんね。自分としては 150-600mm の方が手が届きそうなんで、そちらの方ね、楽しみにしていたんですが、ちょっとその辺に関しては残念ですね。新製品情報、最後はソニーです。ソニーアルファルモアーズにソニーの新型 APS-C カメラ α6700 のスペックと発売時期に関する噂が掲載されています。こちらの方なんですけど、名称の方はほぼ6700に決まったみたいですね。あとイメージセンサーの方は2600万画素 FX30 と同じセンサーになるようです。そしてボディ内手ブレ補正の方は7段分の効果、こちらの方はね、レンズ側の手ブレ補正と併用になるのか、ボディ単体なのかはちょっと分かんないです。あとはですね、 ZE-1 と同じ AI プロセッサーが搭載するということなので、被写体認証なんかもね、かなり高性能なものになると思います。動画の方は 4K120p まで対応となるのですが、 1.19 倍のクロップがかかるみたいです。そしてね、ボディの方は新しいデザインになるみたいで、 EVF は背面から見て左上側になるみたいなのですが、シャッターボタン下にスクロール型のホイールが搭載されるみたいです。あとグリップなんかも再設計されて、厚みの方が 3mm 厚くなって、高さの方が約 4mm 高くなるようです。写真の方はね、6600のものなんですが、こちらの方よりも少しね、大型化するみたいです。そして発売時期の方なんですけど、7月の上旬になるみたいです。なのでね、5月の終わりぐらいに ZV-1 の後継機が発表されて、その後に6700が発表されるという感じです。ソニーの方もね、半導体不足の影響がだいぶ落ち着いてきたみたいなので、今後は続々と新製品の発表をやっていくみたいです。
6600ユーザーをはじめ、このねカメラを待っていた方って結構多いんじゃないですかね。ボディのデザインが見直されて少しね大きくなりますが、グリップが大型化されるということなので、バッテリーもね当然大きくなると思うんで、バッテリーの持ちも良くなるでしょうし、そして最新の機能をふんだんに盛り込まれているみたいなので、そういう意味でもね結構期待のできるカメラになるのではないでしょうか。キャパカメラウェブにヨドバシカメラの2023年4月下期のレンズ交換式デジタルカメラの売れ筋ベスト10が掲載されています。1位はソニーの α7-4 ボディ、2位がニコンの Z9 ボディ、3位にフジフィルムの XS10 ダブルズームレンズキットが入ってきています。相変わらずですね、ソニーの α7-4 が強いですよね。そしてニコンの Z9 ボディがじわじわと順位を上げていって2位まで来ました。あとはフジフィルムの XS10 も3位に入ってきてますね。そして4位5位6位にソニーも入ってきています。その一方でキャナの方は7位8位10位とちょっとね勢いが止まってきてるのかなっていう気がします。まあ、こちらの方はね新しい出たばっかりのカメラなんで、供給の方がね追いついてないのかなっていう気もします。その一方でやっぱりねソニーがランキングで、ね、久しぶりに合計で5台入ってきているので、ソニーの方もね半導体を含めて部品の供給の方がね安定化してきているのかなという気がします。そんな中ニコンとフジフィルムが2位3位に占めていってるというところは面白いですよね。ここからねまた夏の新製品の発表のシーズンになってきているので、またねこの辺のカメラが発売されれば順位がねちょっと大きく変動してくると思います。はい、いかがだったでしょうか。キャノンに関して言うとね、 RFS の次のレンズは超広角ズームになるのではないかと言われています。こちらの方はね EFM の 11-22mm をベースにするのではないかと言われていますが、実際のところはねまだちょっと分かんないですよね。キャノンとしてもね RFS レンズに関してはどのぐらい力を入れるのかっていうのが分かんないんですよね。もう本当にキットレンズとそれを補うようなレンズだけを出して、もっとね他のレンズを出してくるのかどうかっていうのは全然わかんないんですよね。 APS-C 機にはフルサイズ用のものを使えるというのもあって、 APS-C 専用っていうのをねどこまで開発に力を入れてくるかっていうのがわかんないんで、この辺に関してはね何とも言えないんですが、個人的には RFS レンズで超望遠のね単焦点とか出してくれると嬉しいんですけどね。個人的にはね RFS レンズで 300mm の F4 とか 400mm の 5.7 とかをね出してくれると嬉しいんですけど、この辺はねさすがに売れないでしょうから出してこないんでしょうね。その他としてニコンのね Z8 がもうすぐ発表みたいなこと言われてますし、スペック等もね少しずつ出てきましたが、どちらかというと縦グリップのない Z9 に近いスペックになるようなので、価格の方もね Z9 に近い価格になっていくみたいですね。そう考えるとね売り上げの方もね最近は Z6、Z7 の方がねいまいちなんで、こちらの方も早い段階でねテコ入れしていくのかもしれません。そしてソニーに関して言うとね ZV-1 の後継機を今月出して、来月に6600の後継機を出してくるという感じなので、トップメーカー3つがねこれからどんどん新製品を出していくみたいですね。というわけで今週の週刊カメラニュースはここまでにしたいと思います。今週の週刊カメラニュースが面白かった、役に立ったと思われた方は高評価、来週のカメラニュースも気になるという方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は460フォトラボラトリー所長のシロでした。ごきげんよう。